これより司会定例会会議を開きます。本日の会議録署名者を佐々木哲夫君、田中博樹君の五両君にお願いをいたします。これより議事に入ります。この際お諮りいたします。定刻が参りましたならば時間を延長することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって時間は延長されました。日程第一、議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案の再議についてを議題といたします。本件は市長から5月27日の会議において議決した議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について、地方自治法第176条第1項の規定により、再議に付する旨の文書が提出されたものであります。市長から再議に付した理由の説明を求めます。橋本市長。去る5月27日の本会議において可決されました議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について異議があるため、地方自治法第176条第1項の規定に基づき再議に付したいと思いますので、その理由について説明します。大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について、校長の採用を原則として公募により行うものとするから、公募により行うことができるとする部分は以下の点において異議があります。これまでの大阪市の教育行政においては、児童生徒の学力や体力の向上をはじめとして様々な課題があり、この状況を改善するためには外部人材の力を活用することが必要であると考え、新たな校長の採用は原則として内外公募によるとしたものです。学力や体力の向上の問題のみならず、いじめ体罰の問題というものも後を絶ちません。体罰というものもこれまで何度も教育委員会から禁止の通知を出しているにもかかわらず、一向に今の内部人材の向上だけでは改善されていない状況であります。これまで内部人材だけでは変えることができなかった課題を外部人材が見つけ出して改善している例も多々あることから、外部人材による組織の活性化は効果を上げているところも伺えます。学校に多様な価値観を取り入れ、新しい風を吹き込むという観点から外部人材を登用していくことは重要であると考えております。現行条例の内外公募については、外部からの人材だけを重視するのではなく、内部からの募集も含め同一の基準で選考することにより、内外問わず優秀な人材を幅広く採用するものであり、内部人材の登用においてもそのプロセスの透明化を図るという重要な意義があります。公募制度は外部人材の登用制度だけのように議会で議論されておりますが、これは全く誤解です。これまでの内部人材の校長登用のプロセスは非常に見えにくいところがありますので、内部人材の登用においても公募制度を活用して採用プロセスを透明化する必要があります。この度の改正案の趣旨は、外部人材に関する不祥事が起こったことなどから、外部人材の採用を制限するという趣旨であると考えますが、この間の外部人材の問題は、制度の問題ではなく、採用の問題に起因するものです。今後は、より一層採用段階での人物の見極めを適切に行うなど、採用基準を厳格にするとともに、外部人材ありきでの人数枠の設定は行わないなどの制度改正を図り、さらに採用後に適格性を確認至った場合についても厳格に対応していくといった運用の改善を行った上で、引き続き公募制度を実施するべきであると考えています。これまでの内部人材の校長登用ないしはその後の学校への配置、人事ですね、そういうこともすべて見える化するためには公募制度が必要不可欠であります。説明は以上です。何卒よろしくお願い申し上げます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております。議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案の再議については、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第12号の再議については、委員会付託を省略することに決しました。これより、討論に入ります。先の議決の通り、決することに反対者の発言を許します。61番、田辺信弘君。私は大阪維新の会大阪市会議員団を代表し、議員提出議案第12号大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について、先の議決の通り決することに対して反対の立場から討論させていただきます。本件については、先ほど橋本市長からこの度の再議に付した理由につき説明があり、また先日の本会議において我が会派の藤田議員より反対討論がなされておりますので、今般私はそれを補足し、またこれまでの議会での議論を整理し、論点を絞り意見を述べさせていただきます。まず一つ目は本件公募制度そのものについてであります。これまでの司会の議論を聞いておりますと、先ほど市長からもありましたように、公募イコール外部人材の登用であると、このような認識が強いのではと感じるところでございます。しかしこの公募制度は内部人材、外部人材の双方が対象となっているわけであります。実際にこの公募制度によって就任した校長先生の数を確認させていただいたところ、平成25年では外部が11名、これに対し内部からが52名であります。本年度においては外部12名に対し内部からが39名の採用でございます。圧倒的に内部人材の登用が多い結果となっております。そのため外部から採用された校長の問題をもって今回の公募制度を否定する、止めるということは極めて短絡的な考えであると言わざるを得ません。外部校長の問題を論点とするならば、選考の方法、採用後のフォロー体制等を改善すべきであり、公募制度そのものとはイコールではございません。今回の公募制度は従前の不透明な任用方法を見直し、採用プロセスの透明化を図ることにも大きな意義があるわけであります。この度の改正案によって公募制度がストップし、これによって過去の不透明な任用制度に戻ることは反対させていただきます。二つ目に外部校長の問題について意見を申し上げます。これまでいわゆる外部校長の不祥事と言われる事例を昨日理事者に確認いたしましたところ、正式な処分になったのが一件、その他が5件であるということでございます。この点につきましては、マスコミでは外部校長を特定して取り上げられることも多く、また本市会の議論においてもそのような指摘が多々見られます。それでは内部校長先生では不祥事は発生しないのでしょうか。先日理事から内部校長の不祥事の事例についても急ぎ資料を作成していただきました。この資料によりますと、戒告、減給、停職等の処分を受けた校長は平成22年以降で9件の事例が見られます。また正式な処分の対象とならない事例はどうかと尋ねたところ、そこまでは正確に把握できていないということでございました。ここで数字上の事実だけで比較すると、処分の対象となっていない事例は正確なデータがないため比較できませんが、処分を受けた事例は外部校長がこの1年で1件、内部校長が4年で9件であります。この件数で見れば内部校長の方が多いということになります。これに対して外部校長と内部校長の母数が異なるため、比率で見れば外部校長が高いとのご意見もあるでしょう。しかし制度導入からたった1年という経過年数、これまでの外部校長の採用人数はまだ20名強ということを鑑みれば、現時点において外部校長の不祥事率が高いということにつき、これが統計的に優位性を持つとは
考えられないわけであります。すなわち、外部校長だから不祥事を起こすと結論付けるには全く至らないと思います。三つ目に、今般の改正案における文言の変更、すなわち、原則公募により行うものとするから、公募により行うことができるとの点について申し上げます。この点につきましては、藤田議員が先日の討論において、義務規定と任意規定の相違点について指摘させていただいております。実は学校長の公募においては、現在の活性化条例が成立、施行される以前からすでに可能でありました。この点につき、昨日、理事者に確認したところ、従前の制度においては、民間から採用した校長は、平成19年に一人実績があるだけで、それ以外は記録がないとの回答でありました。すなわち、今回の文言の改正にある、できるというだけの文言では、その実効性が極めて乏しくなる可能性が高いと言えるわけであります。これまで議会において、高い派の議員からも、公募制度そのものを否定するわけではないとのご意見をよく聞いてまいりました。そうであれば、この公募制度を実効性のあるものとするためには、公募により行うことができるとの文言では不十分である旨をここで申し上げておきます。以上3つの論点に絞りご説明、意見申し上げましたが、以下加えて申し上げます。現在、学校現場、教育現場においては様々な課題が存在しております。従前の教育現場での知識、経験だけではなかなか解決できない時代に来ていると感じる次第でございます。だからこそ外部人材による発想、新しい取り組み等の導入が求められているわけであります。また内部人材に関しましても、従前の慣習、慣例にとらわれることなく、学校経営に意欲を持つ優秀な人材がどんどん校長に就任できるような制度をしっかりと構築するべきであります。今般の学校活性化条例に基づき、校長公募制度が導入されたのは、現時点でまだ1年しか経過しておりません。様々な改革や新しい制度の導入については、短期間で成果が出るものもあれば、時間をかけて効果が生じてくるものもあるわけでございます。時には課題や問題が発生することもあるでしょう。はじめから 100% の制度なんて現実的には考えられないわけであります。橋本市政における改革、新しい制度の導入に関して、高い派の議員から時期尚早である、拙速であるとの意見をしばしば聞きますが、今回の公募校長制度を導入後たった1年だけでストップさせてしまう考え方こそが、むしろ拙速であると私は考えます。今後より良い制度を構築していくためには、まだまだ導入からの期間が短い、採用人数も限られた少ない人数である、今ここでストップするのではなく、今後とも制度を継続し、常に検証、改善を重ねながら進めていくことが必要であると申し上げたいと思います。以上をもちまして、私の反対討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。どうも、すみません。次に賛成者の発言を許します。8番川島博俊君。私は自由民主党大阪市会議員団を代表いたしまして、議員提出議案第12号大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について先の議決の通り決することに対して賛成の立場から討論いたします。まず歳費については、100年を超える大阪市会の長い歴史の中で初めてのことであり、そのような議案に対して討論をさせていただくことにその歴史的な重みを感じているところであります。さて、歳費されるだけあって、市長におかれては大きな意義を持つ議案なのだと思います。しかしながら、先日の本会議で我が会派の
床田議員からの修正案の趣旨説明の際にも申し上げた通り、私たちは公聴公募そのものも、また民間からの外部公募も決して否定をしているわけではありません。まずはその点について誤解なきようお願いをいたします。まず現行の大阪市立学校活性化条例が成立してからは、公募することそのものが目的化し、内外を含めて校長を公募にすれば、まるで万能の特効薬かのごとく、すべての教育現場の課題が解決されるかのようなお考えであるように感じます。しかし、その結果として、教頭のなり手不足の問題、職員のモチベーションの低下の問題、など様々な問題と相まって、学校現場において多くの副作用が発生をしています。この副作用を最小限に抑えることは、我々議会の責務であるということは、もう皆さんもわかることだと思います。さらに申し上げますが、個別には自分の力が発揮できる場所ではないということで突然辞職した例、保護者へのセクハラ行為で更迭された例、偽アンケートに始まり PTA 会費の郊外への持ち出し、さらには長期の休暇取得による学校運営に支障をきたした例、本会議で陳情書が採択をされた例など、民間から公募で採用された校長11名のうち、6名もの校長に問題が噴出しております。以上のような状況から、現状を鑑み、反省すべきは反省をし、一旦立ち止まり、本来の公募の趣旨に則った公募へと誠実に改革をしていただく必要があるとの趣旨で、条例の改正案を提案をし、先日の本会議において、維新の会を除くほぼ3分の2に近い賛成多数で可決をされたものであります。これは議会の良識の表れであり、市長も教育委員長もこの点を真摯に踏まえていただきたいと思います。それでは続いて、歳議に付された理由に対して申し上げます。市長は歳議の理由の中で、状況を改善するため外部人材の力を活用することが必要であり、原則として内外公募によるとされていますが、本心では外部公募を進めたいにもかかわらず、批判をかわすために内外公募を主張されていることに根深い矛盾や無理があると申し上げなければなりません。それでは矛盾と無理に対して主に3点指摘をさせていただきます。まず1点目として、内外公募として外部人材と内部人材をそれぞれの由来が大きく違うのに、一つの制度において運用しようとしていることに、組織マネジメント上大きな問題があるということを指摘させていただきます。民間企業においては、一般的に組織における必要な人材は、新規採用によって採用し、人材育成を行い、承認試験などで必要な能力を確認しながら、その組織において必要な人材に育成をし、適材適所によって配置すべきものであります。特に管理職は会社の行方を大きく左右しますので、管理職全員を公募ということは到底考えられません。そのような中で、内部公募は本来、組織に刺激を与え、組織を活性化させたり、職員のモチベーションを向上させるために、高い能力と志を持つ職員にチャンスを与えるための制度であります。一方、外部人材について申し上げますと、その目的は職場への新風を吹き込むことにもありますが、その多くは高度な専門的な知識経験や優れた執権を有する人材の持つ能力を一定期間活用することにあり、その能力が特に必要とされる業務に従事させる点にあります。この点、学校長について申せば、公募を行う学校それぞれについてどのような課題があるのか、その課題解決のためにどのような人材が必要なのか、その人材が内部にいない場合、外部のどのような高度な専門的な知識経験や優れた執権を有する人材を必要とするのかを検討し、その上で具体の基準をもって広く民間からの公募を行い、選考を行うべきであります。このように内部公募と外部公募を制度上一緒にしてしまうことに矛盾と無理があります。ところで、市長や教育委員長は、これまでの校長にも問題があるともよく言われますが、それは
大阪市における人材育成の問題であって、安易に公募を推し進める理由にはなり得ません。教職員として新規採用してからの人材育成をどのように見直すかが大切であるのに、安易に公募に頼れば、大阪市では校長にふさわしい人材の育成を放棄することとなり、結果として大阪市において人材育成が軽視され、大阪市立学校における教職員の質の低下が非常に懸念をされます。すなわち、市長や教育委員長は市の将来の教育の芽を摘み取っていると言わざるを得ません。以上のように、内外問わず全ての校長を公募にするということは、大阪市としては人材育成や適材適所の考えを放棄すると宣言しているようなものであり、民間では到底考えられない組織マネジメントであると考えます。次に2点目の指摘を申し上げます。外部公募による校長のためにわざわざ特別に充実した手厚いサポート体制を整備することや、1年ごとの更新制として適格性を欠く場合は解任するなどといった見直し自体、公募において問題が発生することを前提としており、外部公募による校長ありきの制度の限界をすでに市長や教育委員会委員長が認識されていることの証しであります。続いて3点目の指摘を申し上げます。市長は内部登用も含め、登用のプロセスの透明化を図ると、その意義について言及されていますが、先ほど申しましたように、そもそも11名の外部公募による校長のうち6名もの問題が出ているのに、その人材の採用においてどのような問題があったのか何の総括もされていません。透明化を図るどころか、この問題の真相は闇に包まれたままというほかなく、市長の猜疑の理由はただただ虚しく響くのみであります。以上、猜疑の理由の矛盾と無理について大きく三つの点の指摘をさせていただきました。もう一度申し上げますが、我々は公募のあり方について現状を鑑み、反省すべきは反省をし、一旦立ち止まり、本来の公募の趣旨に則った公募へと誠実に改革していただけることを望んでいるものであります。市長も教育委員長も合わせて教育庁、教育委員会事務局の皆さんに対しても申し上げますが、この議会や住民の声を謙虚に踏まえていただきたいと思います。加えて、この際申し上げておきます。市長は、校長公募関係予算が削除修正可決されたにもかかわらず、予算の枠内で財源を捻出する方針を記者会見などで表明されていると聞いております。まさか、大阪市長という立派な高いお立場にある方が、予備費や別の予算から流用するなど予算執行権を乱用するという愚かで乱暴な手段に出られるおつもりではないんでしょうか。大丈夫でしょうか。民意を受けた我々議会の意思を踏まえない行いは、議会の予算修正権を有名無実化し、議会による予算統制を定める地方自治法の趣旨を根本的に踏みにじるものであり、予算執行権の逸脱、乱用として違法というべきであるとの過去の判例もあります。要は、議会制民主主義を冒涜する暴挙であります。もっとも、補正予算について修正をかけたことに対しては、猜疑を今回お求めにならなかったこと自体、花から市長は好きになさるおつもりだったのかもしれません。このような市長のお考えは、間接民主主義、議会制民主主義を本心ではどうでもよいと軽視されているかのように見えます。政治家である市長と、同じく政治家の一人として大変悲しく、同情の感を禁じ得ません。過去のドイツの例に見る通り、民主主義を葬り去るのは実は民主主義自身であります。そういう歴史の教訓があります。だからこそ過去の教訓を踏まえて、我々議会も謙虚に良識と真摯さを持って市政に向かい合い、市政をチェックし、時に市長を諌めなければなりません。特に市長提出議案にただただ賛同される会派の皆様には、その勇気が必要なのではないでしょうか。市長におかれましても、どうかそうした誠実で真摯な態度を市政全般に対して取っていただきたいと心から願うものであります。そして、いつまでも対立の演出に明け暮れるのではなく、
市民生活の向上のため、市政の発展のために、市長サイドと議会との緊張感がある真摯な協調関係を望んでいることも申し添えておきたいと思います。以上、ルール申し上げましたが、議員各位におかれましては、討論趣旨をぜひともご理解いただき、多くのご賛同を賜りますようお願い申し上げ、議員提出議案第12号大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について、先の議決の通り、決することに対する賛成討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。続いて賛成者の発言を許します。10番小川陽太君。私は日本共産党大阪市会議員団を代表して再議に付された議員提出議案第12号大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案について再度議決すべきものとの立場から討論を行いたいと思います。そもそも学校長は学校管理者であると同時に教育の専門家として教頭と協力し教職員への適切な指導援助に当たるとともに子どもの教育権を保障するための教育条件整備を行政職員と共に行うなど、極めて重要な役割を担っているのであります。だからこそ、学校教育法施行規則では、学校長は教員免許と教職経験を合わせ持つことが必要とされてきたのであり、同等の資質を有すると認められるものは、かとするというのは、学校運営上、特に必要がある場合にのみ適用されるのであって、まさに例外中の例外なのであります。しかるに橋本市長は、学校現場に多様な価値観を取り入れるとか、そのためにも積極的に外部人材の登用を進める必要があるなどとして、この例外規定をいわば原則にまで祭り上げているのです。マネジメントを最優先し、最も肝心な教育的視点を後継に押しやることにつながる公募校長制度を成り物入りで推進してきたのであり、もとよりうまく機能するはずはなかったのであります。2013年度、制度発足の初っ端から不祥事が相次いで、市民の強い批判にさらされているではありませんか。文字通り、制度の存立に関わる事態となっているのであります。市長は再議に付す理由の中で、内外問わず優秀な人材を幅広く採用するものだとか、外部人材の問題は制度の問題ではなく、採用の問題に起因するなどと述べていますが、公願にも程があると言わなくてはなりません。この間、優秀どころか、全く教育への情熱などを感じられないまま、早々と辞職したり、学校長にあるまじきセクハラ行為を働いたり、教頭に土下座をさせたり、金銭に関わるトラブルもあったり、無断欠勤したりと、不祥事のオンパレードではありませんか。ここまで来ると、これはもう採用を間違えたなどという範疇のものではありえません。教員免許もいらない。教職経験もいらない、教育の専門家など求めないと、こういうまさに制度の問題だというほかないではありませんか。また市長は今後採用基準を厳格にするとか、運用の改善を図るなどと言っておりますが、一体この間、欠陥人材の登用配置によって、どれだけ子どもたちを傷つけ、学校現場を混乱させたとお思いでしょうか。一体どれだけ本市学校教育への不信を募らせたことでしょうか。私は取り返しのつかないほどの
大きな過ちだったと思います。ただ単に改善するといった問題ではないのであります。深刻な反省に立って、少なくとも公募を原則とするなどとすることはきっぱりと改めるべきだと思います。よって歳儀は党を得ているとは到底思えません。大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案は再度議決すべきものであることを申し上げ討論といたします。これをもって討論を終結いたします。これより採決に入ります。この場合、先の議決の通り、決することについては、地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要といたします。採決の方法は、記名投票といたします。議場を閉鎖いたします。ただいまの出席議員数は86人であり、その3分の2は58人であります。記名用札はお手元にあらかじめ配布いたしておりますが、配布漏れはありませんか？配布漏れはないと認めます。念のため申し上げます。議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案の歳儀についてを、先の議決の通り、決することに、賛成の方は白票を、反対の方は正票を点呼に応じて、投票願います。福島君、竹君、佐々木君、山田君、村上真由君、今井君、藤田君、川島君、太田君、小川君、小原君、岩崎君、永井君、西川君、富岡君、飯田君、森島君、一井君、伊藤君、梅園君、時君、西崎君、島田君、西君、森山君、田中君、小林君、長尾君、山本君、辻吉高君、八尾君、明石君、杉田君、高山君、川崎君、丹野君、本田君、吉村君、大橋君、村上英二君、杉村君、柳本君、黒田君、加藤君、有本君、
北野君、尾上君、寺戸君、山中君、北山君、井上君、床田君、荒木君、田谷君、足高君、河野君、新田君、出雲君、岡崎君、田辺君、片山君、井戸君、木下和馬君、角谷君、広田君、町場君、青江君、前田君、石原君、小玉君、漆原君、金沢君、奥野君、福田君、松崎君、小笹君、開発君、酒井君、大内君、辻純子君、美濃部君、東君、木下誠君、山下君、千葉君、名前はないねんな。私はこの席から投票をいたします。投票漏れはありませんか？投票漏れはないと認めます。以上で投票を終了いたします。これより開票いたします。これを言わなかった。投票の結果を報告いたします。出席議員86人、投票総数86票、出席議員数と投票数と合致いたしております。そのうち、賛成55票、反対31票、以上の通り、賛成が所定数に達しません。よって、議員提出議案第12号、大阪市立学校活性化条例の一部を改正する条例案の再議については、
先の議決の通り決することは否決されました。この際申し上げます。議員提出議案第12号は先の議決の通り決することが否決されましたので廃案となりました。議場の閉鎖を解きます。この際お諮りいたします。暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって暫時休憩いたします。よろしいか。議長及び副議長より辞職願いが提出されましたので、議長及び副議長ともに事故あるものと認め、地方自治法第106条の規定により仮議長の選挙を行うため、同法第107条の規定によりただいまの出席議員中年長のゆえをもって、私が臨時に議長の職務を行います。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第10、仮議長の選挙を行います。議長85番。85番、動議を提出いたします。仮議長の選挙については地方自治法第118条第2項の規定による指名推薦の方法によることとし、その指名権を府省私にご一任願いたいと存じます。85番議員の動議にご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。議長85番。85番、仮議長に千葉太郎君を指名をいたします。そうか、千葉太郎を仮議長当選人と定めることにご異議ありませんか？すまんな。ご異議なしと認めます。よって千葉太郎が仮議長に当選いたしました。お諮りいたします。この際日程の順序を変更し、日程第2ないし日程第9を本日の日程の最終順位に変更いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ご異議なしと見てみます。よって日程の順序は変更されました。日程第11、議長辞職許可についてお及び日程第12、副議長辞職許可についてを一括して議題といたします。お諮りいたします。木下議長及び高山副議長の辞職を許可することに決してご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって木下議長及び高山副議長の辞職を許可することに決しました。日程第13、議長の選挙を行います。議場を閉鎖いたします。ただいまの出席議員は86人であります。投票用紙を配布いたします。
投票用紙の配布漏れはありませんか？配布漏れはないと認めます。投票箱を改めます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。福島君、武君、佐々木君、山田君、村上真由君、今井君、藤田君、川島君、太田君、小川君、小原君、寺戸君、岩崎君、失礼しました。永井君、西川君、富岡君、飯田君、森島君、一井君、伊藤君、梅園君、時君、西崎君、島田君、西君、森山君、田中君、小林君、長尾君、山本君、辻吉高君、八尾君、明石君、杉田君、高山君、川崎君、丹野君、本田君、吉村君、大橋君、村上英二君、杉村君、柳本君、黒田君、加藤君、有本君、北野君、尾上君、寺戸君、山中君、北山君、井上君、床田君、荒木君、田谷君、足高君、木下義信君、河野君、新田君、出雲君、岡崎君、田辺君、片山君、井戸君、木下和馬君、角谷君、広田君、町場君、青江君、前田君、石原君、小玉君、漆原君、金沢君、奥野君、福田君、松崎君、小笹君、開発君、酒井君、大内君、辻純子君、美濃部君、東君、木下誠君、山下君、
私はこの席から投票いたします。投票漏れはありませんか？投票漏れはないと認めます。以上で投票を終了し、投票箱を閉じます。投票箱を開きます。投票を点検いたします。出席議員86人、投票総数86票、出席議員数と投票数と合致いたしております。これより開票いたします。
開票の結果を報告いたします。床田正勝君55票、辻純子君31票。よって床田正勝君が多数をもって議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。52番、床田正勝君。謹んで一言ご挨拶を申し上げます。ただいま皆様方のご推挙を賜り、名誉ある大阪市会議長の重職に就任いたすこととなり、身の引き締まる思いをいたしております。本市においては厳しい財政状況のもと、財政健全化に取り組むとともに、市民の安全安心の確立や大阪の復権に向けた施策を推進しなければなりません。また東日本大震災を教訓に、大阪市地域防災計画の改定作業が進められているところではありますが、地方自治体の最も重要な使命である市民の生命財産を守るため、昨年公表された南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえた防災・減災対策が喫緊の課題となっております。これまで市会においては、議員各位の慎重かつ熱心なる審議の結果、市長提出議案に対し修正可決、あるいは否決など、議会の権能を駆使し、市政に対するチェック機能を十分に果たしており、今後一層市民の負託の応えるために、私ども司会は議決した事案についてしっかりとその実施状況を注視し、正していくことが重要であると考えます。選学被災の私ではございますが、ご推挙を得ました上は副議長のご協力を得て、誠心誠意その職責を全ういたす覚悟でございます。どうか今後とも一層のご支援を賜りますとともに、円滑な市会運営にご協力くださいますよう切にお願い申し上げまして、簡単ではございますが議長就任のご挨拶といたします。ご清聴ありがとうございました。床田正勝君、議長席にお付き願います。日程第14、副議長の選挙を行います。議長85番。動議を提出いたします。副議長の選挙については地方自治法第118条第2項の規定による指名推薦の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。
85番議員の動議にご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。直ちに指名いたします。杉田忠宏君を指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました杉田忠宏君を副議長当選人と定めることにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました杉田忠宏君が満場一致をもって副議長に当選されました。33番杉田忠宏君。謹んで一言ご挨拶を申し上げます。ただいま皆様方の満場一致によるご指示によりまして大阪市会副議長の要職を担うことになりましたことは誠に光栄に存じております。議長のご挨拶にもありましたように本市においては限られた財源のもとではありますが将来に向けて大阪を大きく成長させる施策事業への重点投資や大阪の経済を支える中小企業の振興など、大阪の活性化と賑わいの回復に向けた取り組みが求められています。これらを推進するためには、市会としても、これまで以上にその役割を強く認識し、事業者と活発な議論を行っていくことが重要であります。誠に微力ではありますが、皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、議長の補佐役として精一杯努力いたしまして、その責務を果たす所存でございます。どうか皆様方におかれましては、今後とも特段のご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げまして、簡単ではございますが、副議長就任の挨拶といたします。本日は大変にありがとうございました。日程第10号常任委員会委員の選任を行います。大阪市会委員会条例第5条の規定により議長において指名いたします。委員の指名は事務局長より報告いたさせます。財政総務委員会委員吉村博文君、広田和美君、森島忠君、本田理恵君、丹野昌司君、田辺信弘君、佐々木哲夫君、明石直樹君、前田治美君、永井圭介君、荒木美希夫君、柳本明君、長尾秀樹君、田中博樹君、山中智子君、教育子ども委員会委員美濃部輝夫君、村上真由君、藤田明君、木下誠君、杉村幸太郎君、町場康夫君、西崎輝明君、島田真理君、漆原義輝君、有本純子君、黒田雅史君、木下義信君、松崎徹君、寺戸月美君、井上博史君、民生保健委員会委員井戸正俊君、大内啓二君、木下一馬君、飯田聡君、川崎大輝君、八尾進君、西則人君、石原信之君、太田雅也君、河野信夫君、田谷俊文君、
竹直樹君、山本修子君、北山良三君、都市経済委員会委員、東隆之君、岡崎太君、角谷翔一君、梅園誠君、開発康秀君、小玉龍子君、時康夫君、辻義孝君、足高正志君、北野妙子君、新田隆君、森山義久君、小川陽太君、福島真嗣君、建設消防委員会委員、市井健太君、今井厚志君、片山一歩君、伊藤義香君、辻純子君、青江達夫君、金沢和弘君、小笹正弘君、千葉太郎君、富岡友次君、西川博次君、奥野正美君、小原隆君、尾上康夫君、交通水道委員会委員、出雲照秀君、山下正彦君、村上英二君、大橋和隆君、酒井義和君、杉田忠宏君、山田正和君、高山正志君、床田正勝君、川島博俊君、加藤義子君、福田健二君、小林道弘君、岩崎健太君、以上でございます。日程第16、常任委員長の選挙を行います。議長85番。85番。動議を提出いたします。常任委員長の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推薦の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。85番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。直ちに指名いたします。財政総務委員長、田辺信弘君。教育子ども委員長、西崎輝明君。民生保健委員長、太田雅也君。都市経済委員長、岡崎太君。建設消防委員長、尾上康夫君。交通水道委員長、小林道弘君をそれぞれ指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました6君を各常任委員長当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました6君が満場一致をもって各常任委員長に当選されました。日程第17、司会運営委員会委員の選任を行います。大阪市会委員会条例第5条の規定により、議長において指名いたします。委員の指名は、司会事務局長より報告いたさせます。司会運営委員会委員、二戸照夫君、吉村博文君、広田和美君、森島忠君、丹野昌司君、川崎大輝君、辻純子君、青江達夫君、町場康夫君、明石直樹君、時康夫君、高山正志君、北野妙子君、黒田正志君、西川博次君、柳本明君、福田健二君、田中弘樹君、山中智子君、井上博史君、以上でございます。日程第18、司会運営委員長の選挙を行います。議長85番。85番。動議を提出いたします。司会運営委員長の選挙については、地方自治法第118条第2項の規定による指名推薦の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。85番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。直ちに指名いたします。
高山正志君を指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました高山正志君を司会運営委員長当選人と定めることにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました高山正志君が満場一致をもって司会運営委員長に当選されました。日程第19、特別委員会委員の選任を行います。大阪市会委員会条例第5条の規定により、議長において指名いたします。委員の指名は事務局長より報告いたさせます。市政改革特別委員会委員、井戸正俊君、森島忠君、飯田聡君、本田理恵君、梅園誠君、伊藤義香君、田辺信弘君、西則人君、明石直樹君、時康夫君、島田麻里君、前田治君、太田雅也君、永井圭介君、黒田正志君、河野信夫君、武直樹君、山本修子君、井上博史君、尾上康夫君、大都市税財政制度特別委員会委員、吉村博文君、広田和美君、岡崎太君、角谷翔一君、木下和馬君、片山一歩君、川崎大輝君、小玉隆子君、八尾進君、山田正和君、西崎輝明君、辻義隆君、北野妙子君、川島博俊君、田谷俊文君、柳本明君、奥野正美君、長尾秀樹君、山中智子君、小川陽太君、環境対策特別委員会委員、大内啓二君、東隆之君、藤田明君、市井健太君、木下誠君、今井厚志君、丹野昌司君、青江達夫君、金沢和弘君、佐々木哲夫君、小笹正弘君、石原信之君、富岡友次君、西川博次君、加藤よし子君、新田隆君、森山義久君、田中博樹君、小原隆君、北山良三君、交通政策特別委員会委員、村上真由君、出雲照秀君、山下正彦君、村上英二君、大橋和隆君、酒井義和君、杉村幸太郎君、杉田忠宏君、山田正和君、高山正志君、漆原義照君、北野妙子君、川島博俊君、田谷俊文君、加藤よし子君、福田健二君、松崎徹君、小林道弘君、北山良三君、岩崎健太君、以上でございます。議長85番、同議を提出いたします。この際、常任委員会、司会運営委員会及び特別委員会開会のため暫時休憩されることを望みます。85番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。暫時休憩いたします。これより休憩前に引き続き会議を開きます。日程第20、関西広域連合議会議員の選挙を行います。議長85番、動議を提出いたします。関西広域連合議会議員の選挙については
地方自治法第118号第2号の規定による指名推薦の方法によることとし、議長において指名されることを望みます。85番議員の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。直ちに指名いたします。田辺信弘君、杉田忠弘君、木下義信君を指名いたします。お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました3君を関西広域連合議会議員当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました3君が満場一致をもって関西広域連合議会議員に当選されました。日程第21、監査委員の選任についてを議題といたします。この際申し上げます。本件に関しましては地方自治法第117条の規定により該当の方は除籍されますのでご退席をお願いいたします。理事者の説明を求めます。橋本市長、ただいま上程になりました監査委員の選任について説明をいたします。監査委員として今日までご尽力を賜りました金沢和弘氏及び有本純子氏の両議員にはこの度退職を申し出られましたので、その後任として石原伸幸氏及び松崎徹氏の両議員を選任したいと思います。なおこの件について一点意見とその選任した理由について述べさせていただきたいと思います。先ほどから僕は議会と対立状況ばかり作ってもう少し合致点を見出すべきじゃないかということも議会からご意見いただきましたが、今回は議会の意向に沿いましてこの両名を選任いたしますが、僕は直接ですね議会からその候補者といいますか、どの候補者がいいのか、議員選任としてどの候補者がいいのかということは直接聞いておりません。委員会等で何か態度表明があったということは聞いておるんですが、直接議会から何も言われていない中でいきなりですね何かその選任と言われてもなかなか難しいところがあります。これはですね事前に候補者という形でしっかりと僕に直接言っていただかないと、議会に同意見はあるのはもう承知してますが、僕にも人事権がありますので、その点については人事権の尊重はしていただきたいと思っております。もし逆の立場で僕が何も議会に正式に伝えずにですね手続きを進めれば議会軽視だということを議会は言われると思いますので、この点については僕に直接申し述べていただきたいと思います。なお大阪市の監査院については少し問題点があると思っております。何かと言いますと監査院は意見それから所感これを述べることができますが、法的根拠ありません。もちろん自由に述べていただくことは結構なんですが、監査請求に対して請求人に対する意見所感とですね市長に対する勧告意見は別物です。監査請求というものに対しての意見所感は請求人に対して言うものであって、監査委員が市長に対して何か述べる場合にはこれはものすごい権限行使権威のある意見ということでは僕の方は尊重しなければいけませんので、通常は法に基づいた市長に対する勧告や意見という形で述べるのが通常です。ところが大阪市の監査委員は監査請求に対する意見所感に名を借りて市長に対する意見を述べてしまうという、これは僕はあってはならないことだと思っていますので、今回石原伸幸氏そして松崎徹氏とこの点について意見交換をさせていただきました。そして、僕の意向としまして、市長に対して意見がある場合にはどんどん言っていただきたいですけれども、それはきちっと、監査の委員の勧告や意見という形で議論を熟した形で述べていただきたいと。監査請求に対する請求人に対する意見それから所感なんていうものは熟度の低いものですから、
こういうことで市長に対してですね、自由奔放に意見を述べてもらうのは困りますということを言いまして、これから意見書簡についての目安作りをしていただけるということについて、理解をいただきましたので、今回石原伸之氏、そして松崎徹氏を選任したいと思っております。ご両名につきましては、僕から説明申し上げるまでもなく、皆様すでにご承知の通りでありますので、何卒よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。ただいま議題となっております。監査委員の選任については、委員会付託を省略。これに同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、監査委員の選任については、委員会付託を省略。これに同意することに決しました。日程第2、平成25年の議案第300号、大阪市立環境科学研究所条例を廃止する条例案、ないし、日程第7、平成25年の議案第307号、大阪市、八尾市、松原市、環境施設組合の設置に関する協議についてを一括して議題といたします。民生保健委員長より、お手元に配布の申し出書に記載の通り、議案第300号、議案第302号ないし、議案第305号及び議案第307号を閉会中もなお審査したいとの申し出があります。お諮りいたします。民生保健委員会において、議案第300号、議案第302号ないし、議案第305号及び議案第307号を閉会中もなお審査することに決してご異議ありませんか。ご異議がありますから、起立により採決いたします。議長発議に賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって議長発議の通り決しました。日程第8、平成25年の議案第41号、大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の廃止に関する条例案、及び日程第9、平成25年の議案第42号、大阪市自動車運送事業の廃止に関する条例案を一括して議題といたします。交通水道委員長より、お手元に配布の申し出書に記載の通り、議案第41号及び議案第42号を閉会中もなお審査したいとの申し出があります。お諮りいたします。交通水道委員会において、議案第41号及び議案第42号を閉会中もなお審査することに決してご異議ありませんか。ご異議がありますから、起立によって採決いたします。議長発議に賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって議長発議の通り決しました。本日の日程は以上で終了いたしました。本司会定例会はこれをもって閉会いたします。